皆様おはようございます。お元気でしょうか。むたらしまがないとごじょうでございます。本日はお休み嬉しいなってことでね、日曜日、もうずっとね、寝たり起きたり寝たり起きたり飲まず食わずでね、本日も夜中の12時今5分になって、やっとお店の方にですね、ちょっと一杯行っちゃおうかなみたいな、明日仕事なんですけどね、まあとりあえず今日ね、寝だめカンタービレやっちゃったんでね、これから飲んでいきたいと思います。はい、まずね、お口には生ビール入っております。そしてですね、昨日頭の解体ですね、押し付け、油坊主ですね、別名油坊主の別名は押し付けというのでしょうが、まあ、どちらかは定かでございません。このね、取った身を早速薬局ね、本日は焼いて、食べちゃおうみたいなね感じでございます。それではね、焼いていきたいと思います。これただもう醤油塗ってね、焼くだけでございます。それではね、点火一発です。はい、結構ね肉厚な身なんでね、やや遠火でねじっくり焼いていきたいと思います。それではね、こんがりこんがりと焼けるのを待ちたいと思います。はい、それではね、例えば油坊主ね、焼いている最中でございますが、その間にね、おつまみねえかなということで、ちょっとね、チーズ盛りですか、チーズ盛り、これいってみたいと思います。これなんだっけな、アメリカンペッパーですね、確かね。いただきます。はい、こちらが、あ、これがアメリカンペッパーかな。こっちは12ヶ月熟成後だそうですね。やっぱ熟成すると結構丸みが出ますね。はい、それではね、アメリカンペッパーいってみたいと思います。これがまた丸やかで美味しいんですよ。いただきます。うまったまらんたまらんたまらんねーねー、まあヤギかみたいな感じでございますか。生地を口に入ります。うん、いや久しぶりなんでね、パパッと飲んでパパッと食って早く帰りますよもうってなこと言っちゃって、お前毎晩何時までやってるんだってね、感じではないでしょうか。それではね、押し付けが焼けるまで、チーズつまみガッパンガッパンね、いっちゃいたいと思います。もう作れば金庫缶ですね。はい、お分かりになりますでしょうか。油坊主ですね、油坊主、こんな感じでね、先ほどぺったんこだったのがね、ふっくらふっくらとね、こんもり盛り上がってさらにね、縮んでまいりました。もう片面ね、そろそろお醤油を塗って、香ばしさアップアップアッピングですね、はい、していきたいと思います。はい、それではもうちょっとね、この醤油が焦げるぐらいですね、いやいやきつね色になるぐらい焼いてひっくり返していきたいと思います。うまそうですね、この油すごいから油坊主。はい、それでは生中入りまーす。てんてんてれんてってててん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 てりりりりりりりガンガンてぃてぃてりってってはい、だらだらだらんと泡を出す。はい、生中完成でーす。2杯目でーす。はい、お分かりになりますでしょうか。醤油塗ったくってね、4回ぐらい醤油塗ったくりました。そしてややね、はい、このきつね色っていいですね、はい、こんな感じにね、焼けてまいりました。もうひっくり返しても大丈夫だと思われますので、これをねひっくり返して、で皮の方ですね、皮の方を焼いていきたいと思います。あと皮の方はね、ちょっとこれ油で結構焦げやすいんでね、遠火でじっくりねパリパリ感出すまで焼いていきたいと思います。こう一見するとね、お前銀だらかみたいなね感じのようにも見えなくはありません。油坊主でーす。はい、生中はすでに3杯目になっております。なかなかね、あの油坊主ちょっと身が厚かったんでね、焼けにくいんで、もうちょっとね焼いていきたいと思います。いや、チーズって本当にこの旨味がねたっぷりでいい感じですよね。これなんていうチーズだか忘れてしまいましたが、いただきます。うん、ほんのちょこっと買っただけね、お前ビールどんぐらいいけるのみたいな感じではないでしょうか。いただきます。最高最高最高ですね。はい、お分かりになりますでしょうかね。この皮目の方もややきつでね、焼けてまいりました。もうこれで完成でございます。それでは、もう醤油の焦げるこのいい香り、
もうたまらんたまらんたまらんね。あ、すいません、お皿に移して食していきたいと思います。はい、テーブルの方にですね、油坊主醤油焼きですね、持ってまいりました。それではね、レモンを早速、あ、冷たい冷たい冷たい、顔に飛んできました。レモンティーですね、レモンティー、あ、レモンティーは紅茶ですね、失礼いたしました。はい、それではね、いただいてみたい。あ、そのレモン汁が飛んじゃって飛んじゃって、もう、酸っぱい香りが漂っております。はい、それではね、いただいてみたいと思います。焼けてんのかなこれ、どうだ、あ、結構身が締まっちゃったなこれ。あ、焼けてないのかな、お、焼けてるか、どうよ、どうなのよ、この身のほぐれっぷりが、もう焼けてますよね、焼けてますよね。うーん、それではね、いただいてみたいと思います。いただきまーす。うん、いや、うまっ。最高最高最高ですね。やっぱ本当美味しいけどね、焼きっていうのは美味しいですよ。まあ煮魚にしても本当最高なんですが、ね、刺身でもうまいんですけどね、ちょっと醤油が足んないんで、醤油をね、ちょっと油が乗りすぎて、ね、醤油塗っても塗ってもね、弾いちゃうんですよね。はい、それではちょっと、まあ、ほぐすけどこのままいっちゃうか、うん、ちょっと箸が刺さって取れない。よし、いただきまーす。なんだ、うまっ、苦労して解体した甲斐がありましたよ、本当に。もう最高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 ですね。もうグッドグッダーグッテスティー、うまいです。いやー、うまい。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、油坊主の醤油焼き、これの作り方もね、紹介しよう。まあ作り方っていうよりね、醤油塗って焼いただけです、すいません。まあこれがビール進んじゃうんですよ。いただきまーす。うーん、チーズもうまいし、押し付けもうまいし、ビールもうまいし、皆様1週間お疲れ様でございました。それではまたお会いいたしましょう。とその前に、動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それではまたお会いいたしましょう。失礼いたします。お前です、最高、押し付け醤油焼き。あれ、まだ見てましたか、すいません。もうそろそろね、夜中の2時ちょい回っちゃうんじゃねえかねっていうことでね、すいません、ロール待ってません。ね、押し付け食べ終わって最後のね、炭水化物です。炭水化物、貨物ではありません、化物でございます。最後の締めの一品、チョリ玉丼、簡単なんですよ、これ、チョリ焼いて、真ん中に生玉揚げですね、生玉揚げ、これをね、乗っけただけでございます。そして、チョリなのに、なおかつ、一味、ガツンガツン、つりりんぽんですね。はい、そして、お醤油、ガンガン、ガガンゴ、ガガガン、ガーンですね。はい、そしてすいません、まだ飲んでます。いただきます。うん、キューたまらんたまらんたまらんね、いただきます。うん、あ、からっ、もうただ、あ、からっ、もうただでさえ辛いチョリソーですね、一味とらしバッカンバッカンツリンコですね。たまらんね、くー、うまっ、生中進むくん、お元気ですか、見てますか。最後、最高ですね、本当に休みっていうのは嬉しいですね。いただきます。飲み終わりました、生中9杯目ね、終わりました。もうこれで本当にね、これ飯食って帰ります。それでは皆様、おやすみなさい。1週間お疲れ様でした。またね、明日から月曜日始まりますが、もうガツンガツン釣りんことね、もうみんな頑張っていっちゃいましょう。Look!
無理してね、頑張ることはないですよ。もう自分なりにね、これが俺の精一杯なんだよ、これが私の精一杯なんだよみたいな感じでね、ほどほどにお願いいたします。そうすれば人生ハッピーハッピーウェルカムウェルカム、楽しくなるのではないでしょうか。それでは本当に失礼いたします。はい、ピョーお願いしますね。失礼します。